こんにちは、デリッシュキッチンです。クリームチーズと栗のスティックパイを作ります。甘栗 75g は粗みじん切りにします。春巻きの皮3枚は半分に切りましょう。クリームチーズ 100g は滑らかになるまで混ぜ、甘栗を加えて混ぜましょう。春巻きの皮に混ぜた具の6分の1量をのせ、水溶き薄力粉を皮の端に塗ります。手前から巻いていき、これを同様にして計6本作ります。天板にアルミホイルを敷き、春巻きをのせてサラダ油大さじ1を全面に塗ります。トースターで焼き色がつくまで4分ほどずつ両面を焼きましょう。器に盛り、蜂蜜をかけたら完成です。ぜひお試しください。